こんにちは。フォレックス TV ジャパンの武藤です。この時間は為替市場の参加者でもとりわけ投機筋が利用すると言われている CME シカゴ商品先物取引所の IMM 通貨先物市場の取組残高をもとにした分析をご紹介します。 CME は全米最大、世界でも第2位の先物取引所です。ここでは外貨証拠金取引と同じように世界の主要通貨が取引されています。そして毎週火曜日時点の各通貨の取組高のデータが実需か非実需かにカテゴリー分けして、 CFTC アメリカ商品先物取引委員会を通じて毎週末に公表されています。これは為替市場全体のポジションの傾きを推測する上でとても参考になるデータです。特に非実需のカテゴリーとなるいわゆる投機筋のポジション動向は相場の流れを示唆することが多いですから、 FX 取引をする方なら誰もが見ておいた方がいい情報といえます。まずはこちらのグラフをご覧ください。こちらはシカゴの投機筋の円買いとドル買いの取組残高をそれぞれ比べたグラフです。グローバルな株安がまだまだ続いており、相場の変動率も過去にない高水準となっています。しかしながらシカゴの投機筋の動きを見ると、一旦投機通貨としての円買いポジションが減少していますし、ドル買いポジションも減少しています。ネットポジションとドル円相場の関係で見ると、ドルの売り持ちは一旦ピークをつけて全体では少し減少しています。ドル円相場の方はまだ円高ドル安傾向が鮮明ですが、シカゴの投機筋たちが G7 を前にポジションを少し手締まっている状況がうかがえます。 G7 で各国の協調姿勢が明確に示されたことで、過度の不安感は徐々に解消方向へ向かう可能性があります。こうした動きを先取りして、シカゴ筋たちは逃避モードからニュートラルなモードへドルの売り持ちポジションを縮めていくかもしれません。今週はこうした動きが続くかどうかを見ていきたいと思います。以上、IMM の取組高分析をお送りしました。